どうも、岡田知恵理担当プロデューヌのテクタンと申します。今回は1月の中旬に開催されるという予告がされてあるシンデレラフェスノワール、こちらのフェス限アイドルちゃんについて考察と予想をしていきたいと思います。はい、メインは考察になっていきます。はい、そのアイドルちゃんの実装時期とかスキルとかその辺を考慮した上で、考察をしていきたいと思います。はい、その考察を始める前に、まずこのノワールが2週目のフェス限2週目のアイドルちゃん、つまり既存のフェス限のアイドルちゃんの中からノワールのフェス限アイドルちゃんが選ばれるっていうことを前提にしてお話ししていきたいと思います。はい、最初ね、私2週目のアイドルちゃんが来るっていう考えって一番最初はねなかったんですけれども、きっと2週目だろうって思うようになったその理由っていうのが、はい、まずノワールとブランの方がもう全く別のフェスっていうことを、理解しまして、なのでノワール限定アイドルちゃんがどんなアイドルちゃんが来るかっていうのを、全く違うフェスなんで、もう元々あったフェス、次からブランになるんですけれども、ブランとは全然違うスキルのアイドルちゃんがノワールに来ると予想しまして、で、そうなってくると、全然違うスキルで、全然2週目じゃないアイドルちゃんが来るんだとしたら、わざわざフェスを分けた理由っていうのがあんまりないですよね。元のフェスでそのスキルでそのアイドルちゃん出せばいいじゃんってなるので、分けた理由はやっぱ2週目を出したいから、同じフェスでね、もともとの一つのフェスで、また2週目出したら、いや、まだ出てへんアイドルちゃんおるやんっていう風になりかねないんで、フェスを分けることによって、2週目アイドルちゃんが出せるっていう、そういう方向性だと思うので、2週目のアイドルちゃんでちょっと考えていこうかなという風に思います。はい。もう2週目じゃなかった時はね、ちょっと考えがね、ガラッと変わっちゃうんで、そのあたりは、おいおい、考えていきたいなと思います。はい。そしてスキルについてなんですけれども、2週目のアイドルちゃんが来ると仮定した場合、おそらく現シンデレラフェスよりも強いスキルが来るというふうに考えることができます。はい、今ってもう理想編成ってほぼフェス現アイドルちゃんで組めるような形になっていて、それがトリコロールの編成ですよね。レゾナンスを使ったトリコロール編成、場合によっては単色編成にも使われたりしますが、基本トリコロールの編成ということなんで、次のブランでは限定、今出てる限定アイドルちゃんと絡めつつ強い編成ができるような単色編成のためのスキルが出るかもしれないなというふうに思います。とにかく強そうっていうことでちょっと考えていこうかなと思います。はい、それを考える上でちょっとまとめた図があるので、それをちょっと出します。こちらです。はい、こちらはキュートのフェス限アイドルちゃんを載せた図になっております。で、日付が書いてあるんですけれども、この日付はこのフェス限のアイドルちゃんが実装された日ではなく、最終の SS レアが追加された日という風になっております。ですので、分かりやすい例で言うと、一番下の右から2人目、コッヒーですね。コッヒーが2020年の12月4日という風になっているんですけれども、これはこの間のクリスマスの限定でコッヒーの5週目の SS レアが追加されました。その日付を記入しております。はい、ですのでフェス限が実装された順ではありません。はい、こんな感じになっています。全部で14人いる形になるんですけれども、ここから5週目も出ていない、そして実装されてから1年以上が経っているアイドルちゃんをちょっとチェックしてみました。こちらになります。はい、この4人になります。はい、なのでキュートタイプからは、優先的にこの4人の中から優先的に実装されるんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあ誰なんだっていう話なんですけれども、今の現在のフェス限で強い
理想編成って、まあ、レゾナンス編成だったり、エールやシンデレラチャームが入ってたり、そんな感じのユニットになっているんで、まあ、そのスキルを実装しているアイドルちゃんは、ちょっと省こうかなと思います。というのも、まあ、ブランになるシンデレラフェスのフェス限アイドルちゃんで、もう理想編成が組める、そんなスキルを持ってるアイドルちゃんが、さらに強いスキルを引っ提げて出てくるとはちょっと考えにくいんで、なので、まあ、同じフェス限のスキルの中でも、もう理想編成に入らなくなりつつあるスキルブーストだったり、まあ、秒数合わずで、ちょっとなかなかオルタネイトと合わせにくかったりするようなコンボなあたりだったり、そのスキルを持ったアイドルちゃんを中心に考えていきたいと思います。はい、ということで、まあ、それに当てはまるのがこの4人だと、おとくらちゃん、ななちゃん、みくにゃん、この3人なんですけれども、みくにゃんも省きます。はい、理由はみくにゃんってユニゾン持ちなんですけれども、私このフェスが単色向けのフェスになるかなっていう風に最初にお話しさせていただいたんですけれども、そうなるとユニゾンってもう単色向けのスキルじゃないですか。まあ今現在の中でね、単色ユニットを組む上で強いスキルなんですけれども、それを持ったミクニャンがさらにまたそういった強いスキルを持って出てくるかなって言ったら、それはノーだと思うんで、ユニゾン持ちのアイドルちゃんはまあ選ばれる優先度が低いという風に考えます。はい、でおとくらちゃんかななちゃんかなんですけれども、おとくらちゃんってななちゃんに比べると割と最近目に追加されたんですよね、フェス限。ななちゃんの方がだいぶ前なんですよね。なので、まあ、そこから考えて優先度的にななちゃんが高いという風に考えるので、キュートタイプはななちゃんで予想しようかなと思います。このような感じでクールタイプのアイドルちゃん、ファッションタイプのアイドルちゃんも考察していきたいなと思います。はい、次にこちらがクールのアイドルちゃんの一覧です。はい、このようになります。まあ、クールに至ってはもうツイッターとかね、そのあたりでももう楓さん楓さんって言われてて、まあ私も正直そうだと思うんですよね。はい、まあまずとりあえず1年以上間が空いてるアイドルちゃん印つけるとこのような感じなんですけれども、結構5週目まだかまだかって言われてるようなカレン・ナオに至ってはトラプリ向上の可能性もあるし、そしてね、カレン・ナオ・アスカくんって、まあ、カレン・アスカくんに至ってはレゾナンス持ちだから絶対出ないと思うんですよね。強スキル持ちすぎになっちゃうんで、理想編成、現在の理想編成の強スキルを持ちすぎってことになっちゃうんで、でなおもチャームでもしかしたら結構理想編成作れる可能性が、まあ、あるんで、うん、今回のアーニャとお正月のアーニャとも組み合わせた理想編成作れる可能性を、まあ、秘めてるんで、まあ、省きます。で、まあ、楓さんかふみふみになってくるんですけれども、このねふみふみの日付ってこのフェス限が追加された日付なんですよね。そう考えてみると結構最近なんですよね。割とフェス限の中でも新しめのフェス限っていうことなんで、必然的にね、まあ消去法ではないんですけれども楓さんになってくるかなと。楓さんがねもう2年以上空いてることになるんですよね。うん、そして楓さんって、まあ、ボイス収録があったんで全然来てもおかしくないかなと思います。まあ、ふみふみもね総選挙の曲でボイス収録はあったんですけれども、うん、さすがにフェス限がちょっと新しすぎるなってことで、うん、ふみふみのね追加がフェス限2連チャンってことはないだろうと思うので、楓さんで予想しようかなと思います。はい、そしてパッションタイプいきたいと思います。パッションタイプの実装状況はこのような感じになります。はい、この中から同じように1年以上間が空いてるアイドルちゃんに色をつけるとこのような感じです。はい、まあね、ダントツでキラリンが4週目来てからがの期間がねめちゃんこ空いてるんですよね。キラリンって4週目が出始めてからめちゃんこ早かったんで、そっからちょっと音沙汰がないという感じなんで、
ただちょっとキラリに関して、まあ、ちょっと懸念してるというか、そういうことは先月の工場の時に S レアが追加されてたんですよね。そっから1ヶ月空いてないんですよね。うん。今まで限定 S レアが来て、その次の月の限定 SS レアになったってことはあったんですよね。だから1ヶ月は空いてるんですけれども、今回1ヶ月空いてないんですよね。ただですよ。ただ、まあ、先ほどお話ししたように、ミリアちゃんもこの日付って、フェス限の日付なんですよね。だから、ミリアちゃんの限定が2連チャンフェス限になるってことも考えにくいし、まあ、工場から、限定 SS レア、まあ、フェス限なんですけれども、フェス限 SS レアになるその期間は別に1ヶ月空いてなくてもいいのかなと。まあ、それのね、あの、例が今まであったかっていうのはわからないんですけれども、ボイス収録のに関しては全然一緒に収録できたっていう可能性もあるんで、パッションタイプが来るならキラリンで予想しようかなと思います。はい、というふうに予想していきました。まあ、このね、いつ実装されるかっていうのは、まあ、日が経つごとにね、まあ、状況はちょっと変わってくるとは思うんで、うん、なので、まあ来月になったら誰来るかなとかっていうのは今とは状況は変わってくるとは思うんですけれども、今回はこのように予想しました。はい、まあ1人で来るか、最初なんでね、3人で来るかっていうのは分かんないんですけれども、本当に最初のブランなんで、ブランじゃないですね、最初のノワールなんで、ニュージェネ3人でボンってね、この予想全部覆してニュージェネですっていう風に来る可能性もまあありえるし、うん、結構いろんな人が楓さん楓さんっていう話をされてるとは思うんですけれども、最初のね、初めてのノワールってことで、まあ、キュートから始める可能性もあるんで、まあ、キュートからね、キュートの私はナナちゃんで予想してるんですけれども、そこから始まる可能性とかも、まあ、全然あるかなというふうに思います。うん、次が楓さんっていう、来月ね、来月が楓さんってなっても、まあ、全然おかしくはないと思うんで、いやまあおそらく明日からノワール始まるんで、めちゃんこ楽しみでございますという感じで予想させていただきました。皆さんどんな感じで予想していますか？ぜひ聞かせてください。ということで今回はこのあたりで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。